Peace. キロ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 。ハロー、ハロー、アサギーニョです。今日はみんなをいざないます。今回は私のマイタウンを紹介します。私のほんまにヤバいマル秘私生活暴露したり、おすすめのお店紹介したりします。んで、めっちゃ可愛い服屋さん見つけてお洋服ゲットしたので、最後まで見てね。今日はね、私の思い出を振り返る街ブラ動画です。まあね、私もいろんなことがありました。私のアナザースカイ的な思い出の地をみんなに紹介していこうと思います。普通におすすめの店とかも紹介していこうと思うので、しかも新しい発見があるかもしれないから、普通に楽しく巡ろうと思います。それでは、行ってきっす。チュ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 。はい、ここです。もう東京に住んでる人は分かった人もいるんじゃないでしょうか、この光景。2020年都内で住みたい街ランキング9位に輝いたこの場所に私は2年前まで住んでいました。渋谷の隣の隣、ここは三軒茶屋でした。久々に来る、この辺に住んでた。うち毎日ここ通って、懐かしいなぁ。私がこよなく愛した A セット、このパンが、上島のパン、上島ってもう呼び捨てしちゃうけど、上島のパンほんまに美味しいから、もう食べてほしい。なんかもうやばいから。だよな、これ11時1分でも過ぎたらな、食べられへんくなるねんやんか。何度泣いたことか。ここで動画編集したり、朝ごはん食べたり、自分の部屋かっていうくらい毎日通ってました。東京に上京してくる人はもう絶対三茶おすすめ。渋谷もすぐ近いし。あ、ここ、見て見て、ここやねん。ここ、この今にも吹き飛ばされてしまいそうな、ここは何だと思いますか？これは私のすごく思い入れのある場所で、ジブリに出てきそうといえばいい言い方ですが、悪く言うとボロボロのこの場所。ちょっと驚くかもしれへんけどこちら、この入り口何って思うやん。ここ銭湯なんです。銭湯&コインランドリーもある。私は数ヶ月ぐらいここでお風呂に入ってましたコインランドリーはずっとここ使ってました。こんなレトロな場所があるのかいと言いたくなりますよね。うちもさ、この銭湯にさ行こうって思った勇気あるよな。まずここで暴露すると、私三茶に 1,2 年住んでたけど、1年以上家電がなかったヘアドライヤーだけ。そう、洗濯機も電子レンジも冷蔵庫ももう何もかもなくて、でも全然生きれただから洗濯は基本コインランドリーで、初期はお風呂もここに入りに来てた。まあ、それは普通にガスを申請するみたいなやつをめんどくさくてやらんくて、で洗濯機とか家電とかはなんかなくても生きれるやと思って、何にもない状態でも私は生き延びました。すくすくと育ちました。お腹減ってきたので、ここでおすすめのランチ、私の大好きなサイアムタラート、タイ料理屋さんですここはもう大好きすぎる。いつもオープンしたらいつも結構並んでんねんけど、今回は撮影許可いただいて11時ちょっと前に入らせてもらいました。サイアムタラートで一番おすすめなのがこのタイスキっていう料理で、タイのお鍋って書いてんねんけど、全然うちらが知ってるお鍋の概念ではなくて、めっちゃ美味しいねん。なんか説明しにくいんやけど、ちょっと甘いねんよ。ちょいから甘、説明難しい。でも具沢山っていう意味ではお鍋と似てるところあるかもしれへん。なんかちょっと甘いわけ。三茶に住んでた時はめっちゃ目まぐるしかってんな、毎日日にちがさ。今よりこう手伝ってくれる人とか、そういうメンバーとかに出会ってなかったから、まだ
もう必死やった。やりたいこととかは叶っていくけど、全部自分でやらなあかんっていうので、ずっとメールの返信したり編集撮影、最初の頃はバイトもしてたから毎日仕事しながら撮影編集やってて大変やったな。でも毎日楽しかった。なんか刺激的やった。これタイのデザート、なんか嫌いな人も多いけど私は好き。あれみたい、なんかこの光景、掃除機の実演販売みたい。吸い込みます。美味しいよこれ。ココナッツ嫌いな人多いよな。ハプンパー、ごちそうさまです。ありがとうございます。パキン。次は古着屋さん。私が一番三茶で行ってた古着屋さんです。ここです。ガスランプスクエアです。ここはめちゃくちゃリーズナブルだからよく買い物に来てました。掘り出し物選手権って感じで、1000円台とかでもめちゃくちゃ可愛いのあったりするから、ほんまによく見て可愛いの見つけてた。あと柄シャツがここめっちゃ多かったりとか、スカーフも多いし、あとはバッグ、ハイブランドのバッグとかも売ってて、これ私気になったトップス、ポップコーンのトップスで、ハイネックになってて柄も可愛いからこれは試着しました。これ値段見て驚いてる。これ衝撃の金額でした。普通にやばくない？1690円ってやばくない？これ久々に行ったからさすがにこんな安かったんやって思った。この今つけてる時計もここで買った、グッチの。ここから試着に入ります。まず最初さっき気になってたポップコーントップスコーデから。これジャケットちょっと短かったのでちょっとなしかなって。で次これはなしかなって。でこれは可愛かったんけど、ちょっと安い、これ1300円でした。柄とか可愛いねんけどちょっと首元寂しいなと思ってスカーフつけました。今度はこのスカーフの柄もなんか可愛くて、可愛くない？こんな風に頭に巻いてもいいなと思いました。これにする。私が買った時計これ同じやつあった。1690円ですね。次は家からめちゃくちゃ近かったこの商店街みたいなところを歩きます。じゃじゃん。ここは私の遊び場でした。なんかね、寂しい時にこのビレバンに行くとすごく寂しさが和らげる、そんな場所でした。なのにまさかの閉店でした。悲しい。この写真は何？これ、何？思い出の場所はどんどん変わっていくけど私は変わらないよ、変わらず頑張るよ。悲しいですね。ここで Google さんコラボということで調べてみることにしました。近くの古着屋やいやさん、やいやいや写真。かわいい。これ古着屋さんなんや。良さそう。かわいい。カラフルポップそうな感じ。どこやこれ。10メートルってもう10メートル？ここは自分では探されへんわ。さすがに。パキン。入るのめっちゃ緊張したんですけど、入った瞬間すごい店内の独特さに驚きました。なんか落ち着く空間が広がってました。私すぐ近くに住んでたのに気づかなかったです。秘密基地のやつが見つけれて嬉しいです。お店の中はめちゃくちゃ可愛い服ばっかりでテンション上がってます。結構ハイブランドの、これはミュウミュウのヴィンテージのコートで、これケンゾのセットアップ。大好き。あとこれは
悲しくも入らなかったスカートです。悲しかったです。で、このブラウスめっちゃ可愛かった。やばくない？こんなシルエットのやつ見たことないって思って。可愛い。これは最強に一目惚れでした。恋に落ちた。これもめっちゃ可愛い。めっちゃ可愛いんだけど、めっちゃ可愛いんだけど閉まらないです。はい、本当ちょっと食べ過ぎたかな最近。この世にこんな悲しい瞬間がありますか？辛かった。店員さんは後ろ前逆にして隠したらいいんじゃないって言ってたんですけど、さすがに無理ある瞬間はあるから悩んだ。来ました。また来ます。ありがとうございます。最高すぎた。もうテンション高まる。バキュン。テンション高まったとこでお腹減ったので寿司炭火に来ました。ここ大好き。なんやかんやでお寿司が一番好き。なんか最近食べ過ぎやと思うねんな。なんかこの三茶に住んでた頃はほんまに一人前もさ食べられへんかってんな、食事が。なのに今は一人前どころかプラス白ご飯とか食べてるから、普通にああいうスカート入らへんみたいなことになるよな、そりゃって思ってて。お腹はじけそう。バキュン。帰ってきました。なんかめっちゃ街が変わってた。でも三茶はほんまに住みやすい街やし、ご飯屋さんめっちゃ多いし、都会都会しすぎてないから、なんか温かみもあるし大好きな街。たくさん買いました、お洋服。これでしょ。そう、このやいやっていう店、私も超お気に入りの店になった。これでしょ。これもカーディガンもう一目惚れですよね。あと入らなかったスカート入らなかったこのセットアップですけど、ジャケットが可愛すぎるからもう絶対にジャケット脱がへんようなシチュエーションで着ます、セットアップで。バキュン。というわけで今回は Google さんとのコラボで前吸ってた三茶に行きました。Google さんのキャンペーンで近所は宇宙だっていうキャンペーンをやってるらしくて、自分のお家の近所は知っているようで知らないところまだたくさんあって未知であるみたいなキャンペーンで、私も今回調べてみて近所の〇〇っていう調べ方変えるとなんかいろいろ出てくるんやって。近所の古着屋で私調べたら今回のこのヤイヤ、これからも超お気に入りになるであろう古着屋さんに出会えたりしたから、みんなも近所の〇〇、近所の服屋さんとかいう風に調べたらなんか新しい場所発掘できるから、ぜひおすすめです。私は今日から少し食べる量を減らします。それでは次の動画も見てね。グッドボタン、コメント待ってます。じゃねー。バキュン。